はるまくんチャンネル。ありがとう。ありがとう。じゃあよかったんじゃん。パパ、どこ行ってんのって。よかったんだね。なんて書いてあるの？桜町フラワーロードですか。中にはいろいろなお店があるようですね。せっかくですからどこかのお店行ってみましょう。あ、そういう新しい漫画があるんだった。もう出てるかな。ういっすー。それなら本屋さん入れつぼ4階の方もありますかね。
皆さん、この通りの南までやったところどっかに書店って言うんだよ。奥にさ、あるじゃん。なんて書いてあるの？そのつもりはないとは言ってるでしょう。とにかく他のお客様はご迷惑になりますからお帰りください。ではまた怒ります。いらっしゃい。このフラワーランドは使えちゃうの？そりゃ断られ決まってるじゃないか。でも困ってることは別にあってね、立ち退きの話が出てからっていうものはおかしなことが起きてばかりなんだ。みんなは沖爪様が怒ってるんじゃないかって言ってる。そう、この桜町平和などの守り神である狐の神様だよ。ここが潰されちゃったら神様も住むとこなくなっちゃうからね。もっと話し込んじゃったな。詳しい話は君の学校の理科の先生に聞くといいよ。あの先生、宮根事件について詳しいみたいだったからね。さっきうちに来たばかりだからまだその辺でいるんじゃないかな。ここに来るとコンビニの前で見るからまだいる。
なるほど。そちらの話を聞きに行きましょう。ありがとうございます。君も気をつけろ、レアハンク。何て書いてあるの？小顔さんの影ブラインですね。確かに何か合いそうな雰囲気です。何て書いてあるの？ハマ君、あちらをウォッチしてみてください。
こいつ、え？キツネ？やれやれ、さっきからの細胞やだね。僕は今、おっしゃるところが悪いんだ。あまりうるさいと、ちょっと気をつぶすよ。って言いたいところだけど、今はそういうところじゃないんだ。夜になったら、さっきから使用してやる工事現場に行って遊んでやる。じゃ、バイバイ。あっ、何やら意味深な態度。夜になるのを待って工事現場へ行ってみましょう。ウィス、このまま放っておいては被害が広がりますからね。一ランク上げる方法は超指導の天使が知ってるはずです。行きますよ。だんだん時計に行ってみましょう。部屋を奪えて、ああそうだね、高校時部メンバーなんだから。死にあげないといけない。死にあげなくちゃいけないんだけど、どうやってあげるの？それは時計屋さんで聞くって言ってた。時計屋さん、時計屋さんに先に聞くね。
お風呂屋さんの下の方じゃなかったっけ。渡ってもいいかな。鬼またほらやっぱり。え、なんて言った。口を咲かせってどこ。あれ上に矢印あるでしょ。学校か、学校に行くの。気をつけて上にいるよ。何止まってるの。いや、いや、逆逆、そっちで今のでいいんだよ。剣してるじゃん。え、ウィス、ご自身も同じ回に戻りましたね。そこで見つかれば、と言われたんですけど。時計屋さんってどっちだっけ。そう、橋渡って下じゃないの。ほらあった。いらっしゃい。材料は揃ってるし、いつでも強化してやれるんだが、その前にちょっと使い頼まれてくれないか。やったんですね。もうおじいさん本当におっちょこちょいなんだから。おい、じゃあそんなにボケてないわ。お前さんの力を試したいんだよ。うん、
倒す？その教科書たち、妖怪ウォッチを本当に使いこなせるか試したいんで、使いこなせないのに教科書でも強い妖怪に襲われちまうだろうからね。まあ試験みたいなもんだな。なるほど。そうだ、今から言う妖怪たちを倒してくるってだけさ。倒してほしい妖怪はソクラチオシティ3匹、学習塾の横から入れる塾への近道にいる電波空港、電波小僧、うん、電波小僧っていうのを倒すんだって。そしてのんべえ通りの裏側にある雪女の裏にある疑心暗鬼、you
高評価よろしくお願いします。